こんにちはテレビにパソコン電子レンジなどもう私たちの生活とは切っても切り離せないのが家電製品ですところがこの家電製品からは電磁波というものが出ておりましてこの電磁波が私たちの健康に何らかの被害を与えているかもしれないという研究が行われています。 今日は暮らしの中の科学について研究されている NPO 法人市民科学研究室代表の上田明文さんにゲストにおいでいただきました上田さんよろしくお願いいたします今日はもう本当にいろいろ教えていただきたいと思ってるんですけれども、はい、まずあの6月にですね、はい、あの WHO、えー、世界保健機構がえ報告書を出したということで、えーえー、電磁波と、はい 子どもの白血病について何らかの関係性があるということであったということなんですけれども、はい、ちょっとそれについて教えていただけますかす、ね、あの WHO は10年前の1996年に電磁波プロジェクトというのを立ち上げまして、はい、えっと低周波と高周波の両方についてです、ねえー、研究を開始しています。 影響です、ね、それを10年間かけて取りりままととめたという形になりますで、その中で、えー、っといろんなその例えばがん、えー、についてとかそれからいろんな神経系統の障害についてとかそれから例えば、えー、生殖系のです、ね、異常だとかそういうものについて今まで蓄積されたデータおよそ1,000件ぐらいをですね、えー、っと詳しく調べてで本当にその電磁波の影響つまり低周波の影響等を確定できるのかということを、まあ、詳しく見たわけですね。 でそういうい中で、えー、ほとんどのものがですね、えー、まだ因果関係があるとは証明できないというふうに却下されてるんですけれども、はい、唯一その中で、えー、因果関係が完全に証明されたとは言えないけれども、えー、何らかの影響があるということは言えるということで、えー、小児白血病と低周波磁場です。 磁場というのは、あの時期ですね、磁気、はい、との関係ということで、はい、まあ、世界で出された。まあ、数十件にわたる、その詳細な疫学調査ですね、えー、それをもとに。あの、何らかの影響が見られるので、はい、まあ、対策を講じる必要があるという立場で。報告書をまとめた、ということなんですあ。あの、例えば、それに影響を与える低周波磁場っていうのは、どういう環境のことを具体的には言うんですか。あの、低周波磁場はですね、私たちが普通に使っている家電製品は、はい、あの、まあ、電源を。 コンセンセトに入れてこうしますよね、はい、そうするとそこから電流が流れてきまして、はい、そこからもう発生してしまうんですけれども、はい、え関東圏でしたら 50Hz という周波数ですね、はい、それを持っているまあ電磁場だと考えればいいんですね、えー、であとも最も大きいのはその高圧送電線です、はい、であの送電線というのはもちろんその発電所からえいろんな変電所にまず来てですねその変電所から各家庭に電線を通じてえ電柱のところまで来てその電柱のところにあるトランスを通じて各家庭にこう ありれですねあれから全部その50ヘルツの電磁場が出てるあの低周波磁場が出てるということになります。ということはその、まあ、今回関連性があるかもしれないというふうに、はい、まあ位置づけられた、まあそのまあ、症例を持った子どもたちというのは、はい、何ら特別な環境ではなくて、はい、ひょっとしたら私たちもそういう環境にいるかもしれない、はい、まあ普通の環境だけどちょっと磁場が高かったというところに暮らしていたいたとうそこが問題なんですね。えー あの先進国の中でもとりわけ日本はですね、あの高圧線がですね、普通の民家の上を走ってるっていうことは割合が高い国でして、<ー>えー、ですから今回あの WHO がですね、こういう結論を出してきたことの有力な証拠の一つにですね、まあ日本人の研究者がやったデータが生かされた面があるんですね。はい、でそれはあの、えー、どういう規模かって言いますと、まあ2000人とか3000人規模のですね、えー、子供たちを調べて、えー、そういう えー、要するに低周波磁場を比較的強く受けている環境の子どもと、えー、そうじゃない環境の子どもを比較するわけですよね、はい、でそういう研究がなされたときに、やはりその小児白血病の発症率が少し上がるということが出てきまして、でそれはあの実は日本がそのデータで出す前に、ですねもうすでに各国で似たような結果が出てたんですね、うんはい、ですから日本の研究がさらにそれを確証を高めたということで、WHO も重視しているということになります。はい、はい まあ、あの本当にいろいろな家電製品から出ているということで、はい、私たちはもうじゃあ何がどう危ないのかということをし、はい、具体的に知っていかなければいけないと思うんですけれども先ほど実験を,を行ってみましたので、はい、そちらの VTR をご覧ください、はいはい、じゃあ早速なんですが、はい、この機械についてちょっと教えていただけますか。はい えっとこれあの名前ガウスメーターって言いまして、えっとまあ家庭の中なんかで家電製品がたくさんありますけれども、そこから出てくるまあ低周波磁場というものを測る測定器なんですね。今これ零点五とか三とか二とかで出てますけれども、ええ、そうですね。これあの単位がですねミリガウスっていう。 まあ単位なんですね、はい、それであのこのあと問題にするそのマイクロテスラという単位と一桁ずれてしまうのでちょっとややこしくなるんですけれども例えばこれ今あの家電まあ近くにはあまりないですけどもはい、はい、え空間中でしたら0.3ですから0.3ミリガウス、はい、でこれはマイクロテスラの単位に直しますともう一桁小さくなって0.03マイクロテスラということになるんですね、はいはい、それだけちょっと覚えておいて頂いければ、はい要。要するにこれは、えーと

肩にペタッと張ったりする時期のものがありますよね。ああいうものは磁場が出てるんですけども、はい、あれはあの正磁場と言いまして動かない磁場なんですね。でところがあのこういう家電製品とか高圧線から出てるもの変動磁場と言いましてあの50ヘルツというのは1秒間にプラスとマイナスがこう50回切り替わるということになりますのでそういうい意味なんですか、ええええ、でそこから、まあ、なんていうか電波と磁場が両方発生しているということで電磁場と呼んでいるわけですね。 じゃ大体0.3というのは普通いう感じそうですね、ごく一般的な環境で、1ミリガウスいかないかぐらいの値になるかなというふうに思うんですけどはいかりましたじゃあ、ここのオフィスは極めて正常という感じで、い。れに近づけると分からないということで、まずじゃあ、パソコンに近づけてみていただけますか。パソコンのモニターですけども、近づけますと、徐々に上がってくると思うんですよね。 でまあ、もちろんその距離が近づけばそれなりに大きくなりますので皆さんが例えば、えー、デスクでこう仕事をされているとなるとこの辺になりますからそうすると1ミリガウス程度になるということだと思うんですね。うんうん、でモニターに近づけるとえモニターに近づけるとやはりそれなりに大きくなってきまして、まあ、それでもまあ3ミリ、4ミリガウス程度かなという感じですよね。はいはい、えこれぐらいの値になります、はい ちなみにこれ本体のパソコンの方はどうなんでしょう？う本体の方がですね。場合によっては高かったりするんですね。で、これもまあそれほどここの部分そんなに高くない感じですけれどもまあ、電源に近い部分がちょっと高かったりするということもありましてで、あるいは例えばこの上にありますよね。ハードディスクありますよね。ハードディスクこういうま何、あ、て,て言うんでしょうね。こう電源接続部分とか電源にこう関係している部分ですね。そのあたりがやっぱり高くなる傾向があるんですね。うん じゃあ次ははこれどううでしょ冷蔵庫ですね冷もこれ場所によって結構違いがあるんですけれどもこのタイプのものであればそんなに高いああ下の方が高いですねこの辺りが少し出るかなっていうぐらいですよねで7点いくつかっていうぐらいで出てますけどもその上に電子レンジがありますこれは多分つけた時とつけない時が違うんじゃないかなと思うんですけれどもそうなんです家電で覚えてておいいいたただきのは えー、実はですね電源を入れてスイッチをオフの状態にしておきますと電圧がかかります、うん、で電圧がかかると周りに電波というのが発生するんですねで、スイッチを入れると電流が流れます、うん、そう,そうさらに電波に加えて磁場が発生するんです。ですからこの場合、ここで測ってもそれほど磁場は大きくないはずなんですけどこれをつけるとやはりいきなり大きくなると。<ー>ただここれれちょっと出てます、ね、もうあ出ててまますすねねは どうしてだ通電しているだけなのにすごい高いですね。すごいですよ。えーどうしただろうな。これはかなり高いですね。もう六十五とか言っちゃってますね。じゃこれもしオンするどうなるんだ。えー温めスタート。あもうあの振り切れそうな値になってますね。二百えこれ二百六十とか二百七十ぐらい。えそうなんです。さっきのと比べてこれぐらい上がっていますね。すごいどんどん上がる。ええまだまだ上がる。上がってますね。三百ぐらいまで。はい。 実は、これは距離を取りますと急激に下がっていくんです。ええええ、ですから電子レンジ使われるときは離れるというのはのら<え> 1>, 1メートル離れるともうほとんどの家電は影響ないというふうに思っていいと思うんですけれども。も本当にいろんな家電製品がもう、はい 高いあの電磁波を出しているということが分かってきたわけなんですけれどもその家電製品との距離の取り方もずいぶん変わってくるという距離,の取り方距離を取るとまあだんだん数字が下がってくる密着させるとと危ないというはいそうそことですねあの家電製品、確かに高いものもあるんですけれどもあの今回、WHO で問題にされたのはまあ一つの,その目安としてね使っていい数字としましては0.4マイクロテスラという環境。 にまあ長時間ですね生活するようなことがあればですねまあ少量きずべの発症率が2倍ちょっとぐらい上がるぞというデータなんですね。はい、でその0.4というのを基準にしてもし考えますと実はその今日さっき測ったカデンがですね、はい、まあそれよりも強いものが随分あると,いうとありましたよね。えー、マイクロ零点四マイクロスラってことは、はい、えっと404ミリガウスですね。ミリガウス、はい。そうしますと、えー、例えば先ほどの電子レンジだとかですね、えー、それからアダプターがありましたよね。えー、あの辺はもう ミリガス20ミリガウス30ミリガウスぐらい出てましたからですからそれよりも強いということになっちゃうわけですね。なっちゃいますね、えー、ところが、まあ、距離をです、ね、1ルも離せば1ミリガウス以下になるっていうぐらいになってきますので距離を取ることが一番大事かなっていうのが一つあります。それからもう一つは 知らないうちに密着して長時間これにね使ってるっていうのがあったりしますね。今回は測りませんでしたけども電気カーペットだとか電気毛布だとか電気毛布なんかね冬場は使ってらっしゃる方多いですよね。あの辺は本当に肌にくっつけてですねしかも長時間使いますので影響を考えなきゃいけないということになってきますよね。そうでですすねななるるほどどここの卓上に置いてあれれんけ これは IH クッキングヒーターで最近はもう結構こう推進しようとする動きもあるんですけれどもこれが結構出るというかは,いこれはですね家電製品の中でちょっと例外でして要するにそもそも電磁波を出すことでそれでこの金属の中に電流を発生させて。で 熱に変えるというものなんですね、はい、ですから電磁波を出すことが目的みたいな機械ですので出すためのものなんですかの強いのはそもそも強いということはあるわけですけれどもどれぐらい強いかということで、はいはい、ちょっと試しに見てみたいと思いますので。はい えっと今これですね。これは何の缶だろう。あのとにかくこのこれに反応する缶ですよね。そうだからアルミはダメなんだけどステンレスとかそういった IH クッキングヒーター対応のまあ金属の中にま一応今水を入れてあります。でえっとちょっと電源を入れてみたいと思うんですけれども。まずバックグラウンドでどれぐらいかと言いますと今どのぐらいですか。0.2とか0.4ですね。そうですね。でこれをまあ人が立つ位置この辺でしょうからここに数字読めますでしょうか。ちょっと見えますかね。見えますか数字。 じゃあこれから上げていきます。スイッチ今オンしました。今弱です。だんだん上がってくるのがわかると思います。さあどれぐらいでしょうかね。どうでしょう。今あ三十一。あ今四十五五十四中にしました。ああもう単位が上がって九十二九十三でちょっとこうにしてみました。二百度にすると百五十二百五十三百五十四あこのぐらいまでいくということですね。 これはさっきのこのなんだっけ0.4マイクロテスラの何倍なんですか。あの実はですね。これあのマイクロテスラの単位に変えますと一桁一桁,桁増えちゃうんですね。あごめんなさいあの一桁こう減るんです、ね。ですからえっとこれそうですね。えっ十三点いくつぐらいの感じになりますね。先ほども三倍ぐらいですよね。いっちゃうということなんです。先ほどあのあの W 超の基準にしたのは0.4マイクロテスラですから三十倍ということなんですね。えー、ええー。 30倍とか40倍はもちろん簡単に出ちゃうということなんです家庭用ですよね、そうじゃなくてもっと大きいこれの大型のものがあるということでそれに日常的に接している人たちがいいるととうこなんですよねそれは私たちの調査で明らかになったんですけれども業務用の IH クッキングヒーターといいまして今、レストランとかそれから給食センターとかそれからいろんな保育所なんかの調理室ですね。あああいいうところで調理さんたちるは えっと料理をなさる方ですね、えー、その方が職員の方が入って、はい、1>, まあ1日何時間も使うその大型のものがあるんですね、はい、でそれはあのこれよりも出力が10倍ほど強いんですから、はい、電磁波も大体ですね今100いくつでしたよね、はいはい、それがですねもう1桁高くなるんですねですからあの、えー、マイクロテストの単位で言いますと、えー、7080ぐらいに簡単に出てしまうとですからこれで言うと700800、えー、ぐらいいくと、えー、いうことがありまして、えー、っとそういう環境で、まあ、あの女性がですね例えば、えー 妊娠する可能性のある方がですね、長時間働くみたいなことが本当にいいのかどうかということで、今ちょっと私たちはメーカーにこう交渉を始めているという段階なんですけれども、もうその生活の中にこういろいろ入ってきているこのまあ家電なんですけども付き合い方をまあいろいろ考えませんと大変ということですね。まあ今後あの何て言うんでしょう、そのまあ上田上さんたちの活動としてはあのどういうことをなさっていきたいというのか。そうですね。あの低周波に関しては。 今、国が経済産業省がワーキンググループのようなのを作りまして消費団体の方なんかも入れてです、ね、あの要するに 50Hz の 60Hz の周波数のものに対してどういう対策を立てていったらいいかということが秋ごろに出てきます、うん、でそれがどうなるかをやっぱり私たちはしっかりこう見ておかなきゃいけないというのがありますよね。うんうん、それからもう一つ大きな問題は 来年もしくは再来年に WHO が今度は高周波の方についてですね、はい、えと結論を出すんですが、ね、それは高周波といいますのは基本的には電波です、はい、ですからあの携帯電話の電波なんかもちろんその中に入ってく、ねはいいよいよ携帯がます。ええ あの健康にどういう影響を及ぼすかという発表が携帯は今、子どもたちもずいぶん使って小学校1年生でも持たせている親が結構多いですよね。はい、なんとなくこうやっぱりその登下校の時の心配事だとか、はい、っていうことでその小さい子どもにも携帯を持たせた方がいいんだという風潮が、えー、まあ最近はとても強かったと思うんですけれど派のこと忘れてましたよね,ねいや本当にいろいろ考えていかなければいけない時代になったのかなと思いました、はいまあ。これから私たちが対策を、えー していいいかななききゃいけととすればどういうことができるで家電製品に関しては先ほど言いましたように賢く使うということで、えー、ある程度距離を取るとかそれから、まあ、あの最初に電磁波をチェックするのはなかなか難しいんですけれどもー、ねまあ、メーカーに聞いてみてもいいと思うんですね、はい、でどれぐらい強いですかということを聞いて、はいまあ、それで比較してですねある程度低めのものを選んでいくというのが1つの手ですよね。 もう自分の身は自分で守っていくしかないんでしょうかね。そうですね、なかはい、あの、やはりあの今国がね、対策を立てようという動きがありますので。それに対して、今私たち市民がですね、もっと目を光らせて、あのしっかりした対策を立ててほしいということで。まあ、行っていくというのが一番。よくあのほら、あの電磁波、こう遮蔽する、あのまい、なんですか、エプロンとか。ありますね。グッズがありますよね。ああいうものって効き目あるんですか。あの。 電磁波ちょっとあのややこしくなりますけれども電波と磁場が両方合わさっていると考えていただいていいんですねそれで電磁波なんですね、ええ、そうなんです、ええ、今日問題にしましたのは磁場の方なんですけれども、はい、あの電波というのも出てるんですね、はい、で体の影響は磁場ほどはないというふうに言われてはいるんですけれども何、はいまあ、て言うんでしょうそれに関してですね、えー、その電磁波防護グッズみたいな遮蔽する道具を使いますとよくメーカーはですね、えー、とこれで電磁波が消えましたよと抑えられますよって言うんですけれども、ええ、実際のところは 磁場を抑えることはほとんど不可能です。はあ、それと、えっ、ー、と、抑えられてるのは電場の方なんですね。電場はカットできる。電場はカットできます。はい、電場はあの。 あのエプロンでもカットできますし実はあのエプロンをわざわざ使わなくてもですね何かこういう分厚いものを立てかけてですねこうやればかなり抑えられるんです,ねですからそういう意味ではあの防護グッズというのはちょっと商売としてどうかなと思う点のもあるんですけれどもでも、地場の方は無理ですですすからそれに関してはいろんなものを購入してどうこうしようというふうに発想を持たない方がいいと思います。なるほど じゃ、本当にもう、いろいろこう、やっぱ距離を取って、生活してるかもしれない,い,ないということですね。はい、本当にいろいろためになりました。はい、<laughs> 今日は本当にありがとうございました。はい